カラス山線は、栃木県塩谷郡高根沢町の宝石寺駅と、栃木県那須カラス山市のカラス山駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線。沿線に、宝石寺、大金という縁起の良いとされる名前の駅があり、駅が8駅であることから、7福神をキャラクターとして、宝石寺駅を除く各駅に各、御割り当てて、各駅の看板などを整備している。 2009年3月14日から旅客営業規則の定める東京近郊区間に指定された。ただし、当線区内の7駅では IC 乗車カード、スイカの利用対象外となっている。自動改札機は宇都宮線との接続駅である放射区駅を含め設置されていない。全線が大宮支社の管轄である。現在のカラス山線の路線付設計画に至る。 以前の1894年、カラス山町の島崎全平らは田浮の絹川をリスクと考え、これを渡る日本鉄道欧州線の長久保駅に接続するルートではなく、現在の水戸線川島駅に至る常谷鉄道の開設を当時の栃木県知事佐藤徹に願い出た。これは実現せず、その後欧州線が東に移設され宝射寺駅が開業したため、 カラス山の小林初太郎と宝石寺の矢口縫太郎が中心となって、カラス山神社鉄道会社を設立し、カラス山と宝石寺を結ぶ一社鉄道開設を求めることとなった。資金も集めて準備も進められたが、この計画も実現しなかった。1911年3月15日、カラス山町の島崎全平らは、カラス山宝石寺間軽弁鉄道不設請願書を、 鉄道院総裁の後藤新平に提出、同年8月21日には、京弁鉄道布設につき施願が鉄道院の新総裁となった原隆氏に提出されるなど、カラス山田放射区を結ぶ京弁鉄道の布設願いが、再三政府に提出された。この京弁鉄道布設につき施願は単に、カラス山田放射区を結ぶ支線としての計画ではなく、 常谷を横断し上磐線と東北本線を結ぶ路線計画であったことから衆議院議員の江原節良が議会で審議しついに1912年2月28日放射寺駅からカラス山に至る京弁鉄道が議会で可決された地元ではカラス宝京弁鉄道の規制同盟会が立ち上げられたが日露戦争以来の政府の資金不足から国の建設認可が下りず 第一次世界大戦に伴う景気更新で国の手でようやく建設されることになり、1921年1月10日に工事を落札した坂本佐吉によって放射区自分狭間で建設工事が着手された。カラス山側では依然として工事が始まらなかったため、地元住民が再三懇願に上京しようとしていた矢先に鉄道将棋士等がカラス山を訪れ、 ようやく工事が開始されることとなった。こうした、右与曲折を経て、1923年に、ようやく開通。地元では、新聞、銀行、旅館などがカラスタカラ線と表示する時刻表を作り、報道したが、鉄道省関係の資料では、建設時から、カラス山線とされ、営業開始時の正式路線名も、カラス山線とされて、現在に至っている。開通日は、 鉄道小国時により1923年4月15日とされたが、実際には、北白川の宮重久王が公居したため開通式は5月1日に変更された。開通式には、各界の名士が参列したほか、地元住民も大勢が参加して、大変にぎわい、当日のカラス山駅利用者は午後3時までに、乗降者2700人を超えた。JR の前身である。 日本国有鉄道が運営していた1968年には赤字83線に選定され廃止対象とされた。その後、1970年の日本国有鉄道諮問委員会報告書で報告された全国鉄路線各線の収支係数が公表され、近隣多路線との比較で、カラス山線は日光線、両毛線、水戸線よりは悪いが水軍線、鹿島線、 相模線、鶴見線よりよく、阿賀妻線、川越線、東金線とほぼ同等であることが判明し、唐津山線は存続となり、以後は特定地方交通線にも選定されず現在に至っている。なお、同じく赤字83線に選定された県内多路線の猛火線と赤字83線には選定されなかった足尾線は終始係数及び、 村駅状況上では、相模線と同等か両校、かつ、鹿島線より、はるかに良かったが、沿線に主要都市がなく、また県とと県内地域を結ぶ路線ではなかったことなど、存続するための路線評価が得られず、第三セクター鉄道化されている。キハ四十1四キハ四十1 0 0 3 2 0 1年三月十六日改正ダイヤでは、途中駅発着の区間列車の設定はなく、 下り14本上り13本の全列車が、宝石寺駅カラ山駅全区間を運行する。うち3往復が、カラ山線内完結列車となっているほかは、宇都宮線宇都宮駅を、始発、終点とする直通列車となっている。2014年3月15日の改正から、宇都宮駅直通列車に往復と、線内運転1往復が、蓄電蓄動電車で運行されるようになり、 2017年3月4日からは、全列車が e v e 3 0 1系での運行に統一された。また、臨時列車として、トロッコ車用、風っこを連結して運行する場合がある。戦後の高度経済成長期以来、一部列車を除いて、宇都宮駅を始発、終着として運行されてきたが、国鉄末期の1986年11月1日に、船内折り返しを、 主とする1日18往復へ増便し、東北本線宇都宮駅黒磯駅間の普通列車の増発に伴って、宇都宮駅を始発、終着とするカラス山線直通列車は折り日本にまで削減された。1996年3月16日には、利用客の流動状況に鑑み、宇都宮駅始発、終着列車の本数を朝夕の通勤、 通学時間帯を中心に5往復まで戻している。2010年3月13日の時点では、毎日18往復ある全列車が宝石寺駅カラス山駅全区間を走り、うち毎日5往復が宇都宮線宇都宮駅を始発、終着とする直通列車で、運転間隔は約1時間間隔。カラス山線内では朝の一部を除く上下各16本の列車。 宇都宮線区間では、朝の上りと夕方の下りを除く下り四本、上り二本の列車でワンマン運転が実施されていた。十二月四日のダイヤ改正で、毎日一日十六往復運転となり、うち毎日十往復が宇都宮駅直通となった。国鉄時代には、宇都宮駅からス山駅間に快速列車が運転された時期もあったほか、早朝上りからス山発の一本は、 東北本線の宇都宮駅以南に直通し、小山駅で両毛線始発の快速、大戸根に並結して、上野駅まで運転していた。また、大戸根との並結を黒磯発の普通列車に譲った後も、石橋駅まで乗り入れて、すぐに折り返しカラス山駅となる運用が行われていた。昭和30年代後半、宇都宮駅からス山駅間には、 快速列車が毎日一往復だけ運行されていた時期があった。すでに当線に客車列車の設定はなく、全列車が宇都宮運転所所属の機動車で運行されるようになってしばらく経ってからのことである。途中の停車駅は放射区時駅、新井田駅、大金駅で、上りは9時頃にカラス山駅を出て宇都宮駅に9時40分頃到着。 下りは17時過ぎに、宇都宮駅を出て、カラス山駅に17時40分ごろ到着、というダイヤであった。当時の当線の運行本数は、優等列車なしの12往復で、全列車が、宇都宮駅カラス山駅間の運行であった。普通列車の所要時間は50分程度で、快速列車はそれより10分程度短かった。朝の上り列車は、線内での上下列車の行き違いはなく、 下り列車は、大金駅での上り列車との待ち合わせがあったものの、上下列車ともに途中駅での追い越しはなかった。この快速列車は5年間程度運行されたが、その後廃止され、以後、当線に定期の速達列車が設定されたことはない。定期列車、編集 EVE301 系、アカム EVE301 系電車あたり路線の主力車用 E995 系、 NE トレーンスマート電池んを用いて開発が進められた蓄電池駆動電車システムを採用した電車。愛称はアカム。小山車両センター所属。2014年3月15日のダイヤ改正で2両、編成1本が運行開始した。2017年3月4日のダイヤ改正で、カラス山線において運用される全車両が EVE301K で統一された。 臨時列車、編集、キハ48系機動車、流行ーースターフークコキハ48型を改造した、トロッコ機動車。カラス山線では2003年、2011年、2012年と2014年から2016年の8月、2004年から2006年の10月、2013年9月、2017年1月に、運転。定期列車の筋を利用して設定され、 かつ保安設備の関係からキハ40型を両端に連結して運転された。開業後しばらくの間は蒸気機関車による脚下混合列車で運行された。太平洋戦争終結後の1951年、歯車式変速機のディーゼル起動車が一部便に投入され、その後1957年に液体式の車両に置き換えられた。戦前はガソリンカー。 戦中は3170系タンク式蒸気機関車が使われたと言われている。戦後は C11 系蒸気機関車が使われていたと証言があるほか、ナスカラス山市のベンチャープラザナスカラス山には C11 の鉄道模型が展示されている。定期列車、編集、キハ40系千番台7福人をあしらったサボリンジ列車、編集便宜上、大半の列車が乗り入れる。 東北本線宇都宮駅、宝自寺駅間も合わせて記載する。同区間については、カラス山線乗り入れ列車についてのみ述べる。各年度の平均通過人員は以下の通り。ありがとうございます。